あ、むずい。何気にむずいよこれ。あ、届かない。あー、あ、管理できる。見てもできんだ。何回かするとできないのかな。よしとよ、何このキャッチフレーズ。なぜこれで OK だと思ったんだ。やべえ会社なの。もうちょっと冷静に考えても絶対ダメだろうって、その場のノリで決めたんだか知らないけど、冷静に考えたらまずいっしょって。おっさんをしゃぶ漬け戦略にしたページ。よし、これね、私のやつ。いけい、止まんじゃん。ちょっと笑ってしまった。それに対してなんか気持ち悪いとか、なんかフェミなことは言わないけど、なんでそれで通ると思ってやっちゃったんだろうっていう。残念、残念っていうか面白いよね。疲れてたんじゃねえのこれ、重役の人たち。絶対普通に考えて、ちょっと冷静になったら絶対みんな選ばないでしょって単語だよね。まあね、これ池の子に開けてあげてた。あ、危ない危ない。木娘って使い方、どんだけ昭和の古い言葉。なんか色違い出てきた、黒子だよ。まあ、やろうとしてる胸はすごい伝わってくるけど、その女性客、女性一人でも着やすいようにしたいっていうのは分かるけど、うん、木娘ってやったら女性一人余計入らねえよ。取って食われそうだ。こっか、よし、待って。あ、違う。とりあえずよくわかんない法則は。あぶね。よし。
かんねえこの風景は。ふぅ、仕方。靴。危ねえ。点数くれるやつだけのやつでしょ、これ。デビル教えて。届かない。インナーシャツ。中古でここで1枚買って、あともう1枚はアウトレットで買えば、2枚あれば夏場だったらそれでなんとかいいんだよ。嘘。そんなことない。 M サイズだから若干ちっちゃい気持ちだけど。バカ野郎。すごっ。これマジ。最近分かった。夏場っていうか、これから暑くなる季節だから夏場。うん、まあなんかマジで登山用品のインナー着てる方が楽かもしれない。肌着も下着も。そうそう、速乾性がないと汗かいくだけかいて冷えちゃうってさ、気持ち悪いんだよね。脇とかベタベタするし。うんうん。でね、やっぱどんなに対策してても動く仕事だから、脇汗はもうなんか逃れられない気がする。まあね、なんで女優さんのノース
リル姿はさ、臭そうに感じないのにさ、一般の人がその辺の人がさ、ノルスリーブで歩いてて臭そうに感じるのか、偏見なのかな。その辺わかんない。なんかキーボードちょっと明日届く予定だったんだけど、仕事でいないから水曜日指定にしたんで。はい、指定できるやつはあるよって。うん、便利になったな。謝ってたぞ。やられてしまった。あとはモンベルのマジで。お、ワイヤコプター。オールシーズン使えるクライミングパンツが1枚欲しい。足のやっぱ上げるときにストレッチないと突っ張っちゃって、やっぱ動きづらいな。弟よ、ドクターエビが来ました。